はい、こんにちは、116インズです。今週 MLB 界隈にショックを与えたニュースといえば、やはりレンジャーズのジェイコブ・デグロームの話でしょうか。デグロームがトミー・ジョン手術を受けることが発表されまして、今季中の復帰は絶望的。一般的にトミー・ジョン手術からのリハビリには14ヶ月から18ヶ月程度要するとされますので、そのタイムラインも考えると来季もいつ復帰できるのか、早くても来季後半戦8月以降かと思いますが、こればかりはどうなるかは分かりません。レンジャーズは昨年オフにこのデグロームと5年契約を結び、今季がその1年目。近年怪我が多く、あまりイニング数食えてはいませんが、投げている時は相変わらず超一流で、今季も2回負傷降板することはありましたが、投げている時は防御率 2.67 と、チームが期待していたようなピッチングは見せていましたよね。レンジャーズも怪我に関しては頭に入れていたでしょうが、まさか1年目からトミー・ジョン手術が必要になる展開というのは、リスクテイクが最悪の結果となってしまいました。現在 AL 西地区首位を快走するレンジャーズにとって、夏場にデグロームが復帰してさらに勢いをつけてプレーオフへという展開もイメージしていたかもしれませんが、そのブースト要因を失ってしまうことになりました。しかしレンジャーズがじゃあデグロームを失ったからといって今困っているかと言われればそうでもなく、というのもネイサン・イバルディがここまで本当に素晴らしいピッチング、なんなら彼にデグロームが乗り移っているんじゃないかと思ってしまうくらいのピッチングを見せているからです。デグローム、ヒーニー、オドリッチと共に先発陣の質量を強化する一環で、昨年オフにレンジャーズと2年契約を結んだイバルディですが、ここまで12試合に先発して防御率 2.24、 ベースボールレファレンス算数のウィンザボリプレイスメントは 2.6、 イニング数もすでに80回を突破し、どれを取ってもここまで MLB トップクラスの成績を並べています。4月18日以降に限れば防御率 1.25 とほとんど失点しておらず、4月29日のヤンキース戦では完封勝利、それを含めた3先発連続で8回以上無失点、前後の登板も含めて29回3分の2を連続で無失点に抑えるなど、まさにデグローム不在の今、エースと呼ぶにふさわしい活躍です。昨年は怪我などもあってか、正直そこまでいいピッチングができていなかったイバルディで、もちろんデグロームやヒーニー含めて怪我さえなければフロントラインスターター級の活躍見せてくれるとは言っても、レンジャーズとの契約に際しても怪我のリスク高い選手ばっか集めてどうするんだと思ってしまったものですが、今のところ契約は大成功。間違っていたのは私の方でした。1年で一体イバルディの何が変わったのか、今回はここまでのイバルディの活躍の背景を探っていこうかなと思っています。まずは昨年のイバルディの問題点を振り返っていきます。昨年のイバルディは20試合に先発して防御率 3.87、 ウィンザーブリプレイスメント 1.5、 4.3 を叩き出した2021年と比べるとダウンイヤーで、その大きな問題の一つとしては被弾数、ホームラン数の多さがあったと思います。9イニングあたりで許したホームランの数は 1.73 本、これは昨年100イニング以上投げた先発投手の中ではナショナルズのジョサイア・グレイに次ぐ MLB ワーストの2位で、まあ言うまでもなくかなり打たれたと。これだけホームランを許したので当たり前かもしれませんが、長打になりやすいとされるバレルの打球の割合も 10.7% とかなり打たれていて、これも MLB 下位 6% に相当する割合です。なので昨年のイバルディはかなり痛打されていたことがわかるかと思います。また左右どちらのバッターも正直あまり抑えることができておらず、相手が左右どちらを並べてきてもそれなりに打たれてしまうのも問題としてはあったでしょうか。この他彼のメインの球種であるフォーシームのランバリューがプラス1、スライダーに至ってはプラス8とかなり打ち込まれていて、明確に狙い撃ちされていたかもしれませんね。球種配分の見直しも必要だった状況かもしれません。ではこのあたりの課題が今年どうなったのか、もうね全然違いますよね。明確に変わったのが被弾のペース、9イニングあたりで許したホームラン数わずかに 0.3 本、80回3分の1を投げてまだ3本しかホームラン浴びていません。昨年は MLB の先発投手の中でもワーストのペースでホームランを浴びていたイバルディですが、今季は一転して MLB 全先発の中でも3本の指に入るくらいホームランを許していません。バレルの打球の割合も顕著に下がっていて、 4.7% は MLB 上位 15%、 昨年から大幅に減らしてきているところです。また左右どちらも抑えられなかったのが昨年課題でしたが、今季は特に左打者をほぼ完璧に封じてますよね。対左の非 OPS が4割8分と、左バッターはイバルディ相手にほとんど何もできていません。イバルディは右投手ということで対戦する際に左右を重んじるチームであれば、スタメンに左バッターを多く並べてくるでしょうが、そこを抑え込んでいると。また昨年ランバリューの面では有効ではなかったフォーシームは、今季一転してここまでマイナス6と効果的な球種となっていますし、打ち込まれていたスライダーについてはほとんど投げなくなり、球種配分にも変化が見られます。スライダーをほとんど使わなくなったとお話ししたところですが、イバルディの球種割合を見ると、フォーシームの割合は昨年からそこまで変わってはいないものの、スプリットとカッターの割合が今季結構増えているのがわかるかと思います。昨年 20.9% だったスプリットの割合は今季 26.9%、カッターについては昨年の 10.1% から 18.9% となっていて、逆にめった打ちされていたスライダーについては、昨年の 12.2% から今季 2.9% と大幅に割合を減らし、ほぼ投げなくなったと。特に割合を増やしたスプリットの効果が非常に大きいのかなと感じているところです。
ランバリルはマイナス7とイバルディの球種の中では最も失点の減少に貢献するボールとなっていて、今季のイバルディはゴロ率が 51.9% と前年から4ポイント上昇しているんですが、ここにはゴロ率 64.5% を誇るスプリットの影響も大きいでしょう。フライを上げさせないことは一つイバルディの今季のここまでの成功を語る上では欠かせないと思っていて、その中で彼のスプリットは、まあスプリット自体がそういう球種であるものの、縦方向の変化量が平均よりもやや大きいですので、バッターとしてはなかなか打球に角度をつけにくいのが実情でしょうか。スプリットで許したバレルの打球はここまでわずか1本。スプリットを効果的に使うことで昨年の彼の課題だったホームランや長打を抑制できているのは事実でしょう。またイバルディのスプリットは横方向の変化も結構大きいんですが、昨年と比べますと横方向の変化量さらに大きくなっていまして、軌道としては左バッターから見てより外に逃げるようなボールとなっています。これが左バッターを封じる上で鍵となっているのかなと思っていて、左バッター相手に今季のイバルディはフォーシーム以上にスプリットを多投しているんですが、外に逃げるスプリットが左バッターからすれば全く対応できない。割合を増やした結果として左との対戦成績が大幅に改善した側面もあるのかなと思っています。またスプリットと同様に割合を増やしたカッターについても効果的な球種となっていて、ここまでのランバリューがマイナス4。横変化せずに縦に少し落ちるようなボールとなっていて、この球種で左バッターの結構内角を攻めることができていますので、左バッター相手に効果を発揮しています。右バッター相手にはカッターは少し打たれ気味ではあるんですけどね。個人的にイバルディのカッターはフォーシームとスプリットどちらも活かす球種となっている側面もあるのかなと思っていて、フォーシームの平均球速が95マイル、96マイルくらい、スプリットの平均球速が88マイルなのに対し、カッターの平均球速は91マイルとちょうど両球種の中間くらいなんですよね。両者の中間みたいなボール、すなわちカッターをイバルディがより使うようになったことで、バッターからすれば絞りにくくなった部分もありそうですし、フォーシーム、スプリット、カッターの全てでストライクゾーンの際どいゾーンも結構攻めることができる選手ですので、投げるゾーンの良さも含めて今季の活躍につながっているのでしょうか。この他にも影響していそうな要素としては、打者天国のフェンウェイパークを脱出した恩恵、これも多少なりともありそう。昨年はホーム10先発で防御率 5.26 と打ち込まれていましたので、そこを出た恩恵は多少なりともあるのかなと。また今季からレンジャーズには名投手コーチとして知られるマイク・マダックスが8年ぶりに帰ってきましたが、その存在の大きさももしかしたらあるかもしれませんね。イバルディと同じく先発ローテーションではジョン・グレイも今季好成績を残していますし、ゼロではないのかなと。あとは昨年悩まされた怪我からの解放、これも無視はできないでしょう。昨年は2度 IL に入っていますし、昨年自体状態が万全ではなかった可能性もありそうです。レンジャーズからすればここまで想像以上のリターンをイバルディから得ることができていますが、地区優勝した2016年以来のプレーオフ進出、そして地区優勝へ向けて突き進むチームを彼が引き続き先発からリードしてくれるでしょうか。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、メルビーに関する動画を上げていきますので、興味のある方ぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。